旭野家若狭の陣屋に残る札座の屋根の瓦の吹き替えについて話をします。この建物200年前に建ちました。しかしこの瓦は100年前、1920年代に吹き替えたものです。瓦の寿命ってね、100年ぐらいなんですって。それで1920年ごろに吹き替えて、 それからまだ100年経ちましたので、もうこの瓦がね、寿命が来てるんです。で、この瓦のね、吹き替えをする必要があります。支給する必要があるんですね。でね、この瓦をえ、資金が集まりましたらね、うん、総工事費2000万少なくともっ <laughs> て言われてますけどね、最低2000万。うん、まずですね、 うん、この瓦を全部下ろします。で土を全部下ろして、屋根に乗っているね。で、えー、最近の工法ではもっと軽い瓦があるらしいので、軽い瓦を載せます。そうすると、柱にかかる荷重が減って、えーっと、軽くなりますね。で、その時に、柱が若干傾いてますが、これを補正します。 それから、とこれ軸組み工法で柱で立っているもんなんで壁が少ないんですが、これでは耐震の面で問題があるので壁をつけます。それで耐震の基準をクリアしてですね、そこまでしておけばあと100年持つんですね。うん、で今まで200年間、1820年代に旗本朝野家が建てて、1回は、 屋根の吹き替えしながら200年間、今までですね、現存している、奇跡的に現存している建物ですのでね、なんとか資金集めてですね、これをですね、保存したいと思っているわけですが、さて、100年前に、この川の吹き替えをしたときに、どういう人がお金を出したのか、またど,などのようにしてお金を集めたのかということを示す。 表があ示す資料がですね、建物の中にありました。この建物の中にですね、このように、カムイのところにですね、ずっと札が並んでいます。この札を見ていきますと、大正時代に法然上人の恩恵ということで、給金を募ったようです。で、相当な金額が集まっています。 これ10円って書いてますが、これ、大正時代の10円というのは、現在で言うと1万円に近い価値がありました。えー、と大正時代のですね学校の先生の初任給が15円から20円ぐらいの時代ですから、まあ、今ね、学校の先生の初任給15万とか20万ぐらいですね、まあ、1円、1万円まではいかないと思いますが、それに近いですね、えー、価値があるかと思います。 そうすると、これでまあ10万円ぐらいに当たりますね。7、まあ、8万ぐらいかな。で、これがですね、これずっと並んでいますので、これを足していきますと、まあ、ちょうど屋根を直すぐらいの金額になるのではないかと私はですね、まあ、思っています。で、どういう人がお金を出しているかということですけどね。うん、朝の リゾーっていうのかなこれ、あの、若狭の陣社で生まれて、えー、神戸行かれた方ですね。この大阪松井安右衛門。これは、札差で藩札が発行されていた頃に取引先があった大阪の天王寺屋のはた若狭のに来られていた番頭さんです。もう大阪に帰っておられますが、 大正時代というと、50年ぐらいですのでね、明治維新から。まだ大阪の天王寺屋さんとお付き合いがあったのでしょうね。あとはあの地元からですね、各地に出てい行って、という方々からの寄付ですね。そういう形でお金を集めたことが、 わかります。で、今回もですね、お金を集めなあかんのですが、まあ、とりあえずはね、今読んでいっている、鳩本朝野家若のけ、さの陣や、う座ざ、うプロジェクトという、この本を買ってください。アマゾンで売っています。電子書籍500円。ペーパーバック1500円です。 これでですね幅広い方にねまず知っていただいてこういうこういう札雑ながあるんですよとそれから少しずつお金をですね、えー、とその本の代金の中にですね収蓄保存に充てるお金が数百円ずつまあ300円です1冊売れたらね、うん、ずつこう含まれていますそれでいこの本がたくさん売れて そして、お金が集まって、で、いよいよこれ、集築工事始めようという時に、一口一万円寄付を集めたいと思います。それで、もし、本間にお金が集まって、集築工事始めるんやったら、一口一万円寄付してもいいよという寄付の予約を今受け付けています。 えホームページの方に問い合わせという欄がありますので、そこから私、本当にあなた方がですね、まあ、私たちがですね、うん、集築工事をするというところにこぎつけることができたんだったら、1万円寄付しましょうとあ。寄付していただいた方はですね、ここにずっとですね、名前を書いてね、うんえー、残したいと思います。 あと100年間は名前が残ります。室外ではなくて、室内にこう書いていきますからね。現に100年前のお名前がずっと残っていますから、今回、この札座の、札座の、うん、集築に寄付してくださった人の名前は、札座が残る限り、あと100年はここにずっと名前が残るということになりますので、ぜひぜひですね。 寄付金の予約をしていただけたらと思います。工事に着工しない、お金が集まらへんし、もう諦めたと、もうこの札座は解体いいだということになったらですね、もう寄付の予約はキャンセルということになりますので、寄付金を集めることはいたしません。あくまでも、この札座の修築・保存工事が始まるというときに、だったら、 1>, 1万円給付してもいいよという予約を受け付けているというふうにご理解ください。